はい、始まりますよ。お、あれ声聞こえへんで。あれこれどうすか。いい感じ。あー、マジっすか。いや、お久しぶりです。やっぱめっちゃ久々。お疲れ様です。お疲れ様です。こっちこそ悪いね、なんかこんな。いやいや、もう結構やられたんすか、いろいろ。いや、全然やってへん。マジっすか。うん、初めて。すいません、なんか僕がトップバッター。いや、申し訳ないです。それ、こっちこそ。忙しい。再放送決まりましたね。お前やん。でもな、再放送言うたらなんか、はい、再放送ちゃいますよってこの間言われて。特別編ですとか言ってたで。マジっすか。うん。でも2日だけですもんね、やるの。あ、そうなんや。はい、あ。お元気そうで。元気にしてるけど。ステイホームしてるよ、はい、ステイホーム。そうですね。いや、毎日走ってんすか？走りの日はね、まあでも2日に1点かな。もうなんか10キロとか12キロとか走ってんじゃないですか。そう、ちょっと頑張って。やば。すげえ。いや、最初30分走るのはしんどかったのに、だんだん、はい、なんかハマってきた。もう1時間ぐらい普通に行ってますもんね。行けるね。すげえなぁ。さすがだな。もう、あれやんすか。いろいろ結構仕事も止まっちゃったんじゃないですか、ヒロさんの。全部止まったね。ほぼ。うわぁ。大変やよな。みんな大変やんだって。いやいや、まあそうっすけどね。せっかくスクラムユニゾンもね、盛り上がってきた。ああ、まあね。まあ、懲りずに、うん、途中は5カ国ぐらい取ってんけど。韓国とか中国とか、あと、でもそれでもう途中で止まったね。やっぱもうこれ以上無理やってな。あ、そうなんですね。うん。ないっすよね。大変や。どう、はい。なんか、あれですか。ノーサイドゲームの気分上手。そう。このタイミングしかないやろ、みたいなさ。いや。そうっすね。もう、なんか再放送みたいなもんないかな思ったんで、まあ特別編やけど。まさか。持ってました。はい。結構長いっすよね。お前や。嬉しいっすけど。嬉しいけど、恥ずかしいみたいな。そうっすよね。うん、もう1年経ったもんね、もうすぐね。そっか。あれってもう、この頃には始まってた？4月の後半ぐらいに、確かオーディションでも顔合わせとかしてたと思います、たぶん。あ、じゃあこれぐらいなんや、ちょうど。そうですね、5月くらいからもう稽古入ってましたよね。そっか、1年か。はい、そう。あの稽古。あの稽古っすね。笑ってますね。いや、もう、広瀬さんがいろいろ僕の名前出してくれるんで、本当嬉しいです。ありがとうございます。いや、そんなことないよ。だって、あんな名前だじゃん。本当に懐かしいな。お前やね。なんか本当、僕本当、広瀬さん、本当、神様みたいな人だったんで。いやいや、ちょっと待ってな。で、近づきになれると思ってなかったんで、本当もう、本当すいません。なんでだ。こっちの方がすんませんやで、あんなもう付き合ってもうて。いや。いや、でもすごいじゃないですか、やっぱり。もうなんか、浜畑って呼ばれちゃって、もう、広瀬、広瀬じゃなくて。お前で、はい、浜畑買ったで、広瀬に。頼むで、みたいな。広瀬だってあれですか、バイオリンできるんですか？バイオリンちょっとやってて、ちっちゃい時。僕でも本当思いましたもん。こういう人って本当世の中にいるんだなって初めて見たって、こういう人って。いや、スポーツできて、頭でバイオリンできちゃうみたいな、これ漫画の主人公みたいな感じですか、これ。漫画の主人公のライバルみたいな人ってこんなにいるんだみたいな思いました、本当に。いやいや、あれはほんま恥ずかしかった。いやー、すごいなぁ。ヒロシさんって今後の動きっていうか、どういう感じでやっていくんですか？まあ、今はね、なんか、教育的なこととかもやりたいな、みたいな。リーダーシップみたいなのもやりたいし。まあ、あとはスポーツ広まればいいねんけどね。そうそう。そのやりたい。いや、俺の話はいいねん。俺の話より。広瀬さんって、話いきなりあれなんですけど、ノーサイドゲームの時って、他になんかやりたいポジションとかなかったんですか？いや、俺、なんか、もうなんかあれ、みたいな感じだったから、あんまそんな考えへんかったな。あ、なんかやりたい役とかなかったんですか？全然なんもなかった。あれテレビで言ってたこと本当なんですか？出るつもりじゃなかったっていうの。いや、そうやよ。ほんまにそうやよ。ジャイさんがあんな感じで、まあ来てくれみたいな言って。そうだったんですね。そうやよ。
だってキャストで最初めひどかったやんだって最初から。なんかね、うん、帰りのなんだっけな、なんか半蔵門線かなんかでなんかね、そう言ってましたもんね。これでええんかなみたいな、やばい、人もてへんかった。いやいや、でもね、やっぱね、反響やっぱ良かったし、すごかったじゃないですか。いや、それはもう絶対のおかげで。いや、あの秘密のトックのおかげやろ。トックやばかった、太郎ちゃんとね。そう、大ちゃんと4人で。もう、笑ってまうっていうか、もう、やばかった、あれは。ほんま、申し訳ないと思ってたもん。僕も呼ばれたは呼ばれたっすけど、広瀬さんが喋る練習用の台本のセリフあるじゃないですか。うん。福沢さんが、まずお前ちょっとこんな感じで、お前、玉木、あの、榎本に毎回読んでみろとか言って。うん、言ってたね。うん。俺、そのたんびに緊張してましたからね。俺怒られたと。本当っすよ、もう。本当緊張でしたよ。だから申し訳ないと思って、しかも関西弁喋れとか言われてな、なんか。いや、でも、最初に当たった扉がそこだったんで、もうだいぶ後楽でしたけどね。ああ、逆にね。逆に。はい。もう、あれ以上なかったんで、大丈夫でしたけど。いや、だってあれで、なんか、てっぺんはなんか、役どうなんねやろみたいな。俺、そっちの心配してた。なんか、俺の付き合いばっかしてさ、自分の役の練習できへんとかさ。で、本当、旗でっちゃ多分そこら辺心配してくださってるだろうなってのは思いましたけど、まあでも、うん、まあ、なるよりあんねえな、みたいな。うん。あの、監督とこうやって近くにいれるから、まあ、これはこれでいいか、と思いながら。うん。僕も初めての経験だったんで、楽しかったです、うん、本当に。必死だったけどね。いや、カメラマンさんとかも制作さんとかも言ってたけど、今まで撮った日曜劇場で一番きつかったって言ってましたね。そうなんや。一番きつかったって言ってましたよ。何がきついやろ、外が多かったし、人多いから。本当に一番やばいって言ってましたもんね。それも踏まえて、まあ分かんないですけど、それは。蓋上げて分かんないものではあるんですけど、まあ、一番辛いっていうぐらいのレベルのことを最初にできてよかったなと思ってます。ああ、そうやね。そう。あ、なるほど。さっき、ほら、ツイッターで、うん、予告、流れたじゃないですか、新しいやつ。あ、うん、どうやった？あれ、広瀬さんいつ撮ったんですか？あれね、2、3日前撮った。あれ、そうなんですか？あれ、なんか撮ってくれ。そう。はい。あ、もうそれが流れてんねや。あ、もう流れてますよ。そうなんやね、見とこなんか。流れてます。そこで、だから俺は最初再放送って言ってしまって。あ、なるほど。再放送じゃないですって言われて、あはっと思って。そうなんですね。再放送やればいいのにな。ねえ。うん、せっかくだから。どうなんだろう。今回もみんな見てくれんのかな。いや、見てくれんじゃないですか。総集編ってどんな感じになってんだろう。うん。まあ、俺がハムハターの兄貴に怒られるところはちゃんと流してほしいなと。お前やな、そこはもう俺の見とくわ。そっからドロップ蹴る人いないっすよ、浜さん。せーさな。あーみたいな。あありえるかい。お前やね。懐かしい。